エリカの3分ブッキング。皆さんこんにちは、エリカです。もしも話していてつまらないなんて言われたらショックですよね。皆さんはそんな経験をしたことはありますか？逆に人と話していて、この人とは話してても楽しくないなとか、この人話下手だなと思ったことはありますか？話していて楽しい人とつまらない人、その差はどこから来るのでしょう？その違いはこの本、おもろい話し方の中にありました。お笑い芸人のネタ作りを仕事とする柴山大輔さんが会話を盛り上げる方法を紹介してくれる本です。今回はこの本から話が盛り上がらない喋り方とその改善方法を紹介していきたいと思います。最初に説明するのは、中身のある話しかしない人です。以前の動画でも説明したことがありますが、中身のある話しかしない人は話しかける側も中身のある話題しか振りづらくなるので、会話が盛り上がりにくくなってしまいます。対策としては、積極的に中身のない話を織り交ぜることを意識しましょう。そうすることで会話のハードルが下がり、相手もたわいもない話を振ってくれやすくなります。次の悪い例は、話にオチがない場合です。中身のない話をしましょうと言ったばかりですが、オチのない話をしてしまうと、聞いている側もどう反応していいかわからなくて困ってしまいます。オチのない話をしないために、あらかじめこの話のどこが面白いのかを考えてから話すようにしましょう。もしもオチがないかもと思っても、諦める必要はありません。ちょっとしたアレンジで話を面白くすることもできます。例えば、話をちょい盛りすること、体験したことをちょっと話を持って面白さをアップする方法です。あくまで嘘くさくならない程度に、バレても怒られない程度にちょい盛りしましょう。他にも、話す前に前振りを入れると相手の興味も引けますし、なんとなくオチっぽさも出せるので一石二鳥です。ただし、めっちゃ面白い話があるんだけどさみたいな前振りは、話のハードルを上げて自分の首を絞めることになってしまうので NG です。オチのない話に派生して話が長いというパターンもあります。最後まで話を聞けばオチがわかるのかもしれませんが、聞いている側は今何の話をしているんだろうとなり退屈してしまいます。こちらもこの話のどこが面白いのかを意識して、話を短くまとめたり、オチにつながる前振りを先に話したりして、退屈にならないよう気をつけましょう。次に説明するのは、自分ばかり喋っているパターンです。これは話が長いパターンにも当てはまるんですが、実はおしゃべりな人と会話が上手な人は違うんです。会話が上手な人は相手の話をうまく引き出すことができますが、おしゃべりな人は自分だけが話してしまいがちです。自分は会話上手だと勘違いして一方的に話してばかりだと、相手は退屈してこの人と話したくないなぁと思われてしまいます。会話を盛り上げるには、話すことだけでなく聞くことも大切です。自分ばかり話すのではなく、相手からの話も引き出せるようになりましょう。また、こちらも勘違いパターンなのですが、自虐ネタばかり使う人は要注意です。笑い話で済む範囲なら大丈夫ですが、自虐をやりすぎてしまうと話が重くなって笑えなくなってしまいます。また、自虐ネタも結局自分ばかり喋るパターンになりがちです。何事もあくまでほどほどにしておきましょう。こちらが今回の動画のまとめになります。話がつまらないと言われるのには必ず原因があります。会話が上手だと思っている方も、これを機に自分の会話がちゃんと相手まで盛り上がるものだったか見直してみてください。今日紹介したこと以外にも、言葉で人を笑わせるプロのお笑い芸人さんから会話のコツを教わりたいという方は、ぜひ実際に読んでみてください。今回はここまで。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。